落とした。中の動き直しですよ。藤谷からいいボールだ。いや田中純也のところまだあるか。ニュートン、さあ個人技、いやミドルシュート、今シーズンリーグ戦初得点、貴重な試合終了間際逆転、神戸が逆転、リーグ戦3試合ぶりの勝利がぐっと近づいた。僕今違い見せましたね。はい、エルジニョ監督この試合初めて手を叩きました。そうですか。ただ大森さん違い見せましたね。素晴らしいですよね。利き足とは逆です。いや本当そうですよ。今日の貢献度本当に高いなと思ってたんですよ。でこの季節にはでもあそこまで高いし取ってポジションでボール積極的に俺に起こせって呼んでから抜いたからこそ相手に当たってるんですけど、